ぱり住宅はね、命を守る砦だって言ってるんですよ、まずは。もう何百年もね、持たせることはできない、力学的に。であとはそのメンテでお金かかっちゃダメだと。だからメンテナンスいらないでね、そのシェルターをどういう材料で作るかと。その時にね、基本的に僕は思いついたのはね、そのコールテンコフという材料をね、ここで最初に使った。これ以外にね、なかなかうまい材料というのはね、未だに見出せないでいるんだ。他のどういう材料を使ってもね、メンテがね、大変なんだ。例えばこのオフィスはさ、鉄とね、ガラスの2つしか使われてない。